はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ドラグマアルバゾーです。さあ本日なんですが、儀式ドラグマにね、大エースモンスターが降臨しましたので、今日はこのモンスターを使っていこうと思っております。ドラグマアルバゾーです。これ元々は、マクシムスドラグマっていうこの大神官ですね、大神士官か、大神士官が、その楽園というかあのホールの、パワーであの闇の力を取り込んでね、あの進化に進化を重ねて、こうなるっていう、まあ、そういうね、ストーリーがあるんですけど、ドラグマはあのね、めちゃくちゃかっこいいんだよね。気持ち悪くてあのダークヒーロー感というか、これね、ちなみにもう一個変身してディスパテルっていうモンスターになるんですけど、このモンスターは、どういう効果持ってるかっていうと、まず打点が4000-4000でレベル12儀式モンスター、かなりでかいモンスターですね。で、ドラグマのその儀式により降臨すると。でこのカードはドラグマカードの効果でしか儀式召喚ができません。で自分のフィールド上のドラグマモンスターは相手が発動した融合、シンクロ、エクシーズ、リンクモンスターの効果を受けないと。めちゃくちゃ強い。そもそも体制的にね、エクストラから出てきたモンスターはこのモンスターに触れないと。まあ、ミラージェイドとかいろいろいるじゃないですか、強いエクシーズモンスターとか、あのアーゼウスとかね、そういうモンスターとかの効果を一切受けません。ドラグマめちゃくちゃ強い、この一番の効果はね。ちなみに魔法トラップカードはめちゃくちゃ効きますだから無限包容だけマジでやめてください。で、2番目、自分のメインフェーズに相手は以下の効果から1つを選んで適用するよという強制効果ですね。自分のエクストラデッキのカード2枚につき1枚、手札エクストラデッキからカードを選んで墓地を送る。まあ要するにエクストラデッキを破壊すると。まあ手札を破壊するっていう言い方もできるけど、これ相手が選ぶんですけど、例えば相手がエクストラデッキ15枚のデッキだとしたら、7枚のカードを、相手は墓地に送らなければならない。手札かまたはエクストラデッキから、まあ、もちろん、ね、エクストラデッキに送ってアドバンテージを稼いでしまうというモンスターも現代遊戯王にはたくさんいますんでね。例えばなんかアルビオンとか、なんかそのスプリンドとか、アルバレナズとかそういうモンスターね、はい、ああいうのを送られるとアドバンテージ稼がれたら、あとキトカロスを送られるとなんか墓地5枚壊されるとかそういうのもあるんですけどちょっとね弱点はねあるんですよね、この効果なんですけど、一応、まあ、そういうかデッキじゃなければね、エクストラデッキを単純に破壊できるという、そういう効果になっています。で、自分のフィールドの融合シンクロエクシーズリンクモンスター全部持ち主のエクストラデッキ戻すっていう効果も選べんですけど、先行でこの効果発動すると、あの下の効果発動できないんで、相手はね、なんで上の、墓地を送る方の効果を選ばなければならないという、まあ、そういう感じですね。で、アルバゾアが相手のエクストラデッキを破壊する効果を持っていますので、これを全力で出していくという、今回構築にしていまして、でどうやって出していくかっていうと、まあ、基本的にはエクストラデッキのモンスターを素材にできるこのドラグマータっていうこのカードですね、これを使って出してい、いこうと、いうふうに思っております。まあ、もちろんね、今回カブルっていう普通のその儀式、一般的な儀式、または墓地のモンスターを除外して儀式できるっていう効果がある、これね、これも一応入れてはいるんですけど、基本的にはこのマータで出しておきます。でマータでレベル12を落として、シューティングクエストを落として、出していくと。で、アドバンテージを稼がれるような融合モンスターが落とされてしまった場合、墓地にね、そのモンスターを、ビーステッドとかで除外していこうと思っておりまして、で今回はビーステッドも入っているって感じですね。でビーステッドが入ってるんで、楽園の獣とか副楽園っていう、まあ、相性のいい永続魔法トラップカードも入っていると。はい、でとにかくまず儀式することが必要なわけですよ、このテーマは。あ、ちなみに天帝の使徒がね、純正剣に帰ってきましたんで、ある程度安定感も上がって楽しくなったんですけども、まあこのデッキもとにかく儀式しないと始まらないということで、まあサーチをしないといけなければならない。で、まあもちろんいつも通りディバイナーからのアークデクレーラーとか、天帝の使徒のアークデクレーラーとかからサーチするみたいな動きができるんですけど、ね、今回新規で追加されたこのドラグマトリックスというカードがめちゃくちゃ強くて、これね、デッキからドラグマ儀式かドラグマ儀式魔法を手札に加えるよっていうね、普通に発動すると1枚サーチなんですけど、相手のフィールド上にモンスターが存在する場合、デッキからドラグマカードを1枚を手札に加えるっていうことができるんですよ。これね、相手のフィールド上にモンスターがいる場合っていう条件がミソで、まあ、要は相手ランに打ったら普通に1枚か2枚になるカードなんですけど、先行でモンスターを送りつけるっていうムーブをしまして、今回はイブリースを使って普通にリンク召喚をしますと、アルミラージ出しますと。でアルミラージでリンク召喚成功したら、このイブリスが相手の盤面に送りつけられますから、相手にモンスターがいる状態になるということで、ドラグマトリックスを打つと2枚サーチになります。なので、マータと、アルバゾアみたいなサーチが効くと。で、イブリス自体が存在していると、もうリンクモンスターしか特殊ができないっていう縛りがつくんでね、相手は。だからかなり強い、
縛りがつきます。で、イブレス自体攻撃力ゼロなんで、アルミラージが攻撃力ゼロだから自爆特攻を許しません。はい。で、しかも、儀式モンスターとかは守備表示出しておけば自爆特攻ができないんで、これで相手を詰ませることができるということですね。だからこのコンボはマジ強いから入れてください。で、エクサデッキはあとは、ドラグマパッシュメントとか、そういう、カードで送れるような、または、マータで送るようなカードを入れておけばいいんですけど、まあ、レベル4をね、儀式召喚する、プラス、今回大神官とかも入ってるんで、この辺でもし送るようにヌトスとかも入ってますし、あと、天帝でね、バスタード送る、とエクレシアサーチしながらエンドフェーズにフルルドリスを、サーチできたりするので、まあ、バスタードは入れた方がいいかなといったところ。あとはまあ適当に、マクシムスとかで送ったりできるように、エクストラ入れときゃいいんですけど、ドラグマトリックスの ね、 このね2番の効果が結構強くて、自分のフィールド上にドラグマ儀式がいると自分か相手のエクストラを確認してそのうちのモンスター1体墓地を送るっていう、自分か相手のエクストラを墓地をくれるんですよ。だからもちろん自分のカードを送ってもいいし、相手のエクストラデッキを破壊してもいいということで、まあ、相手の方が良かったら相手の方を選択し、自分の方で良かったら自分の方を選択するっていう、このね2番の効果もかなり器用に使えてめちゃくちゃ楽しいですね。はい。というわけで早速ね、このアルバゾア君のかっこよさお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。このフィールドマジかっけえな。なんかその青、この青いこのサイバー、新しいサイバースのフィールドね、めっちゃかっこいい。これとりあえずイブリス送りつけよ一旦イブリス送りつけ、はい、これ差し上げます。で、はい、どうぞ。で、イブリスちゃんを相手のフィールドに差し上げて特殊召喚をリンクモンスター以外できなくさせる。はい。で、相手のフィールド上にモンスターが存在するためドラグマトリックスの効果を発動すると、なんとカードを2枚もサーチすることができるぜ。ツヤーツヤーさすげー。びっくりしや。うちは無限抱擁もちろんケアしますからね、これ無限抱擁までケアできる最強のコンボ。エクレシアでいっか。エクレシア特殊から入ってもうドラグマ持ってくればいいか。で、エクレシア特殊召喚だぜ。エクストラデッキから出てきてるモンスターがいると特殊召喚ができる。で、特殊召喚成功時効果はドラグマカードを1枚手札に加えることができる。これによって手札に最強のマジックカードドラグマータを加えることができるぜ。そしてドラグマータを発動。ドラグマータの効果により採用率 0.025%、 まあ、そこそこあるな。レベルが12になるように墓地に送ることにより儀式召喚現れる。ドラグマアルバゾア。あ、召喚ムービーないのか。召喚ムービーないのか。召喚ムービー欲しかったっすね。とりあえず効果を発動。てめえは自分のエクストラデッキのカード2枚につき1枚手札エクストラデッキからカードを墓地に送るんだな。エクストラデッキをバカ。貴様は7枚のカードを今から手札およびエクストラデッキから送らなければならないぜ。残念ながらな、手札全部捨ててもいいぜ。ティアラメンツかな。ティアラメンツっぽいね。ティアラメンツっぽいな。ドラグマトリックスの効果。あ、じゃあエクストラデッキあんまり送ってもそんなに意味ない気がするんで、これ自分のデッキからこれ何送ってもあんま書けないんだよね。なんかその、まあ、キトカロス送るとかは全然ありなんだけど、普通にルルカロスが出されるから効果で、なんで、まあでも言うてリンクモンスターじゃないとダメなんだけどな、相手。イブリースがいる状態であったとな。で、バスタードの効果。まあリンクモンスター入っ、あ、いや、今リンクモンスターを破壊する説もあったね。ワンチャン。自爆特攻これできないんですよ。守備表示で置いてるんで、モンスターを。で、まあアルミラージが攻撃力ゼロなんで、自爆特攻ができなくて、採用率 87.8%! 高っ。これで、イブリスの自爆特攻で特殊召喚ロックを解除するみたいな動きができないので、自爆特攻だと。だからリンクモンスター潰す説は結構あったな。エルフとかダルクとか。エルフとかダルクとかの素材になっちゃうのが弱いところではあるんだけどね。まあ、スクリームいいわ。はい。で、効果発送すんの？効果発送したところで融合モンスター出せないよ。ちなみに。イブリスちゃんがいるからね。イブリスちゃんがちなみに存在してると、なんか自分はリンクモンスターしかなんか出せないっていう特殊化縛りがつくんですよ。それでも発動するんだ。それでも発動するんだ。なるほど。なんかもったいない気はしないでもないけどな。はい。あ、でも打点で
打点を下げる役割はあるか。はい。で、メール。はいはい。で、送ったけど結局、特殊召喚まで融合モンスターを出せない。イブルーシャーの効果によって。はい。で、何かがリンク召喚、あ、エルフか。はい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 。まあそうなんです。ここがちょっと弱いところですよね。ここがちょっと弱いところではあります。で、エルフ効果で、まあ、フルルドリスでいっか。フルルドリスで、無効にしていこう。で、エルフの効果をフルルドで無効にして、これで、自爆特攻はまあ許さないスタイル。フルルドリスいけ、まあ、残念ながら、アルバゾアの横にフルルドリスが立ってるの、ちょっと、あれだけどね、危ないというか、ストーリー上で言うとちょっと、早く逃げてっていう感じなんだけど逃げてって感じなんだけどまあいいや。はい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 。で、アルミラージは別に逃げれるんで、ダメージはゼロにできますと。なんかどっちでもいいな。まあ、ドリスちゃん守っとくか。ドリスを守っていく。で、伏せカード2枚。いや、これ結構きついんじゃない？エルフしかないからね。あとは、エルフの蘇生を、このマグラムとドロイドで潰してあげれば、まあもう大丈夫かなと。で、マトリックスの効果で、相手のエクストラで破壊でいいかなと思うんですが、どうでしょうか。さあどうする。あ、無限砲よいや、一番きついよ、それ。最もきついカード来た無限砲よ、めっちゃ食らうんですよね。アルバツはマジで強いんですけど、無限攻撃マジできついっていうね。いやー、それは強えな。なるほど。やるね。じゃあ、マクシムス・ドラグマ。これ、ちなみに、アルバツは本人です。アルバツは本人を特殊召喚していく。あ、採用率結構高いな。0.088。で、アルミラージをゲームから除外。いけ。マクシムス・ドラグマ。何？メール？うるせえ、黙れビーステッドマグラムートの効果、メルーをゲームから除外することにより特殊召喚。つえ、完全に完封しているティアラメンツ陣営を完封している。もちろん楽園陣営と関係ないけど、あられろ。マクシルスドラグマンで、ビーステッドマグラムートの効果、マグラムートの効果によって、エンドフェーズにサーチ、そしてマクシムス・ドラグマの効果を発動。ハグにさなさそうだな。さあ、お前もカードを墓地に送れよ。いいだろう。何？あ、キトカロスってそっから送られても墓地送られる。あれなんだ。墓地壊す能力あるんだ。強っ！危なっ！あ、そうなんだ。いや、やっぱりちょっと、やばいわ、ティアラメンツが言うデッキ。ティアラメンツが言うデッキ。ドラグマ、アルバゾアの効果起動したらなんか墓地5枚壊される危険性あるの、やばすぎ。やばすぎ。バトルガチでやばいこと起きる。まあ、ハウフニス、まあ、一応ハウフニスケアする。いや、でもさっき打ってるよね。でもハウフニスあったらね、まあ、一応ちょっと発動したいんだ。どうせ負け取れるから。はいはい、オッケー。はい、よし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 。いや、マジでキトカロス墓地送られたら世界終わるの終わってるだろ、このデッキ。アルバゾア君さ、自分で選んで送れるようにしないか。はい、儀式できないクソハンド来ました。儀式できないクソハンドの時はどういうことをすればいいか皆さんに、お伝えしましょう。儀式できない時は何をするかというと、これです。はいはい、ビーステッドやめて。オッケー。イブリース差し上げます。で、ターンエンドです。カスちなみに自爆特攻も許さねえからな、これ。アルミラージが攻撃力ゼロだからな。ちなみにモンスター特殊召喚できないんで、あ、 BF か。なるほど。なんかあらゆるモンスター特殊感できないから、まあ普通にその手札からモンスター特殊感とかもできませんね、これは。はい、リンクモンスターあったら出しますけど、え、 BF ってリンク入ってないさそうじゃね。何もできなそう相手。はい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 。ビーフもビーステッドはまあ普通に起動できる。ちゃんと闇属性のテーマだからな。あー、明らかにメタれるぞこれは。
エンドフェイズビーステッドマグラムートの効果を発動するぜ。相手のシャマールをゲームから除外して自身を特殊召喚ブー。そしてマグラムートの効果発動。これ出しちゃうと自爆特攻を許してしまう可能性があるから気をつけたいですね。まあルベリオンで守備表示にしておけばまあ大丈夫なんだけど。さあカモン、マトリックス最強最強最強カード、ドラグマトリックスを発動。ドラグマトリックスの効果によって、デッキから特定のカードを手札に加えていく。相手フィールド上にモンスターが存在するためカードを2枚サーチすることができる。最強すぎる、あまりに最強。でザ・ビーストビーステッドルベリオンの効果、手札から墓地へ送りビーステッドモンスター1体を手札に加えることができる。とりあえず1回エクレシア特殊召喚するぜ。エクレシアの効果、デッキから手札にドラグマカードを加えていくぜ。これはまあとりあえずパニッシュメントをぶち込みにいけんじゃねえか。いやこれあれだな、一旦4儀式が入ってたらなんか儀式2体並べさったな。まあいっか、ドラグマート発動。関係ねえわ、多分壊せる B セットいるし、レベル12のモンスターを墓地へ送り現れろ。ドラグマアレバゾア儀式召喚、ドラグマアルバズワの効果。このカードの効果によりお前はエクストラデッキ15枚のうち7枚のカードを墓地に送るんだな。そもそもさあのデッキさアルバズワ突破できなそうだけどね。手札送ってもいいけど、ちなみに手札送ってもいいぞ。あーなるほどな、それはシンクロモンスターが全部送られていったぜ。ドラグマトリックスの効果を発動。ドラゴマトリックスの効果によって、相手のエクストラデッキをさらに破壊していくぜ。まあ、自分エクストラデッキ、墓地送ってもいいんですけどね。あー、なるほど。あー、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、でも、アサルトちょっと、一回うざいから、こうしよっか。で、いや、まあ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 、アサルトが出せちゃうのはしょうがないですね。そして、マクシムス・ドラグマを爆弾させ、さらに、マクシムス・ドラグマの、効果によって相手の心が折れた模様です。対戦ありがとうございました。ああま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 あ動けそうではあるけども、とりあえず一回ディバイナーから入った方がいいな。ディバイナー召喚効果発動。あオッケー通る。オッケー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 。じゃあアーデックか。アーデック効果発動。カブルでいいですね。カーブルでいいですね。で、天帝ぶっ込む。天帝ぶっ、やべ、リンク召喚するの忘れた。うわ、ミスった。最悪。いや、もうなんとかしよう。ちょっと待って、リンク召喚して、バスタードを送ってエクレシアを、サーチしようと思ったら完全に忘れましたが違う、いやまあでもなんとかなるか。でも2体出そうだな、一応2体出そう。はい、完全にミスりました、許してください。なんとかしましょう。ドラグマータ発動。いやめちゃくちゃバフェ弱くなっちゃった。皆さんはぜひね1回リンク召喚するのを忘れないようにしていただきたいというふうに思っております。はい、でアルバズは出す。でアルバゾア効果、やべえ盤面バカみてに弱くなっちゃった。くっそミスった。チキショフルドリスまで構えられたのに。相手はエクストラデッキからちなみにカードを、7枚ね送らなければならないという効果を今発動している。これマジでね、積むデッキは積むからね。エクストラデッキから7枚もカード送ったらさ、やっばやばい。そのタイプのデッキはあかん。ありえんレベルでアドバンテージ稼がれた。やばい、アルバゾアさんやばいですよ。バスタード、アルビオン、スプリンド、アルバレナツス、なんかガルーラ、およそネットスも入ってる。なんかおよそなんか
およそ考えられる最悪の展開やってきた考えられる最悪の展開やってきた。これアルピオンを除外した、うわえ、これさ冷静に考えたんだけどさ、エンドフェイズ地獄みたいなこと起きるよね。エンドフェイズ地獄みたいなこと起きる気がするんだけど、とりあえずちょっと一回、アーデフを除外して出しますやばやばいこと起きたわ、ちょほんまにやばいこれさ落ちたカードがさ、すべてアドバンテージを稼ぐカードだからさ、さあエンドフェイズブリーガンド効果、はい、アルバス、アルバス何アルバスだと、アルバス、アルバスセイントで相手のエクストラデッキを破壊することはできる。皆さん、皆さん、エクストラデッキを破壊してはいけないデッキも存在するということはお伝えしておきます。はい。エクストラデッキを破壊すると、マジいいんすかと、はい、調子に乗る調子に乗ってしまうデッキもあるということはお伝えしておきます。はい、なんでか知らないですけど僕のエンドフェイズなんですが相手ありえない量で動いております。おかしくねマジ、なんでこんなことなってんのエクストラ破壊したはずがなんかありえ強いモンスターめちゃくちゃ出てきてんだけど、納得がいかん、終わってる。アルバズワ君さ、ちょマジで破壊するときさ自分で選びません？